クライナが東部のポクロウシク方面に増援部隊を投入。現状は焼け石に水か。ウクライナ東部ドネツク州アウジウカの西40キロほどに位置し、ウクライナ軍の重要な兵站拠点であるポクロウシクの周辺の防御をテコ入れするために、ウクライナ国家親衛隊の数少ない攻撃旅団である第15作戦任務旅団、通称カラダフ旅団が導入された。2000人規模のカラダフ旅団はこれまでウクライナ南部に配置されていた。東部の不慣れな戦場への配置転換は、ポクロウシク正面でウクライナ側が直面している問題の緊急性を浮き彫りにするものだ。弾薬不足に陥っていたウクライナ軍のアウジウカ守備隊を今年2月半ば、5ヶ月余りにわたる激しい包囲戦の末に駆逐したロシア軍は、2022年2月の戦争拡大前におよそ6万人が暮らしていたポクロウシクに向けて着実に前進してきた。ウクライナの調査分析グループフロンテリジェンスインサイトはレポートで、ポクロウシクは輸送や鉄道配線の重要なハブになっており、広い範囲にわたる戦線でウクライナ軍の供給を支えていると説明し、ドネツク州におけるウクライナ軍の兵站の根幹が脅威にさらされていると警告している。8月にロシア軍の前進が加速すると、ウクライナ軍参謀本部はようやく対応に動いた。ポクロウシク正面に増援部隊を送り、すでにこの正面に配置されていた計6個ほどの機械化旅団や空中強襲旅団、国家親衛隊の旅団に加勢させた。増援部隊の一つがカラダフ旅団だった。2014年に創設され、何度か再編され、2022年には戦闘で大きな損害を被り、その後 T64 戦車などの重兵器で増強されたカラダフ旅団は、内務省所属の国家親衛隊の代表的な攻撃旅団だ。この旅団も平時は警備活動にあたる準軍事組織だが、戦時の必要性から現在は陸軍の旅団のように戦うことを余儀なくされている。国家親衛隊のウェブサイトでは、志願者は配属される地域を選べると説明されている。ロシアがウクライナで拡大して2年半経つ戦争の比較的安定した時期であれば、それも可能だったかもしれない。国家親衛隊の旅団はもともとは一つの地域で戦う傾向にあったからだ。ウクライナ軍はまだ数個旅団を温存している模様だ。カラダフ旅団は南部の旅団で、拡大後の戦争の初期には南部の都市メリトポリの北で戦い、その後2年間もおおむねその方面にとどまっていた。しかし国家親衛隊が志願者に前線での戦闘を保証すると約束している通りと言うべきか、カラダフ旅団は最近拡大して3年目に入る戦争で最も戦闘が激しい地域になっている東部に転戦することになった。もっともカラダフ旅団が投入されてもポクロウシク正面でロシア軍の前進は止まっていない。ロシア側の一部の観察者は、ウクライナ軍の残りの予備部隊はどこにいるのだろうかと詮索している。ウクライナの戦線のどこかの塹壕に入っていなかった部隊のうち、多くはロシア西部クルスク州への侵攻に加わっている。それでもウクライナ軍の100個旅団などからなる地上戦闘部隊のうち、まだ数個の旅団が国内のどこかで温存されているはずだ。ロシアのプロパガンディストエフゲニー・ノリンは、ウクライナ軍にはあまり傷ついておらず、装備の整った予備部隊がまだ数個あることが分かっている。おそらく5個前後の旅団だろうと述べている。ではなぜウクライナ側はこれらの部隊を死活的に重要な補給線を守るためにポクロウシク正面に急派していないのか。ノリンは2つの可能性を指摘している。それらの部隊を他の場所に投入するつもりか、東部の戦線が完全に崩壊する前に何らかの決定的な影響を与えることを狙っているかだ。他の場所はウクライナ軍による侵攻が開始から1ヶ月近く経つ現在も止まる気配のないクルスク州かもしれない。
クルスク州で兵力を増強し、ポクロウシク正面で兵力を現状維持するのであれば、ウクライナの指導部はクルスク侵攻で得られるものの方が、東部で失うかもしれないものよりも戦争の帰すにとって重要なものになるという賭けに出ることになる。これは極めて危険な賭けだ。ロシア、コロンビア人男性2人の拘束を発表。傭兵としてウクライナ軍に加担した疑い。ロシア当局は30日、ウクライナ軍側について戦闘に加わった疑いで、コロンビア人の男性2人を拘束したと明らかにした。2人は7月半ばから消息を絶っていた。ロシア連邦保安局 FSB は同日、コロンビア人のホセ・アロン・メディナさんとアレクサンドル・アンテさんが映った動画を公開。両者が傭兵としてウクライナ軍に加担し、ロシア軍と敵対したと糾弾した。FSB は声明で、メディナさんらが自分たちの違法行為を確認する文書と、ウクライナ軍の部隊の記章が入った衣服を所持していたと主張した。国営テレビのロシア1は、メディナさんとアンテさんについて、ベネズエラで拘束後、ロシアに引き渡されたと報じた。モスクワの地方裁判所の広報は、国営タス通信に対し、28日に発した命令により、2人は10月22日まで拘束されると明らかにした。メディナさんの妻によれば、メディナさんとは40日以上連絡が取れていなかった。最後に声を聞いたとき、メディナさんはウクライナで9ヶ月過ごした後、コロンビアへ帰国する途中の経由地であるベネズエラの首都カラカスにいたという。メディナさんとアンテさんの拘束及び引き渡しは、ロシアとベネズエラの経済的、軍事的結びつきの強さを浮き彫りにすると同時に、外国の戦闘員に対する警告ともなっている。ウクライナを支援するため戦地に向かうこうした戦闘員は推計で数千人に上るとされる。 CNN がウクライナ軍の外国人部隊に連絡を取ったところ、元隊員並びに現隊員、将来所属する可能性のある隊員に至るまでいかなる情報も提供しないとの答えが返ってきた。CNN はベネズエラ外務省にコメントを求めたが返答はなかった。コロンビア政府の情報筋は CNN に対し、現在外務省がカラカスとモスクワにある領事館からの正式な報告を待っていると述べた。外務省は CNN の取材に答え、外交チャンネルを通じてロシア政府からさらなる情報の提供を求めていると述べた。メディナさんとアンテさんはともにコロンビア西部の町ポパヤンの出身。メディナさんの妻によれば、今年7月にウクライナからの帰国を決めた2人は、ポーランドのワルシャワからスペインのマドリードに移動し、そこからベネズエラに到着していた。2人がベネズエラ経由で帰国しようとした理由は不明。妻は、スペインからコロンビアへの直行便は非常に高額なため、より低価格で済む経路を選んだのではないかと考えている。カラカスからポパヤンまでどうやって移動するつもりだったのかはわからないという。続いてウクライナ戦況に関するニュースです。ウクライナの越境攻撃予想外、投降ロシア兵が証言。ウクライナによるロシア西部クルスク州への越境攻撃で投降した複数のロシア兵が1日までに、攻撃は全く予想外だった。十分な訓練なしに前線に投入されたと共同通信に証言した。越境攻撃による捕虜が日本メディアの取材に応じたのは初めて。ロシアが拘置所で強引に新兵を確保し、わずかな期間の訓練で任務に就かせている実態が明らかになった。兵士セルゲイ23歳は8月24日、クルスク州スジャ郊外で捕虜となった。どことなくあどけなさが残る青年は7月に入隊したばかりだった。6月第2の都市サンクトペテルブルグで麻薬取引に関わった疑いで逮捕された。10年間刑務所暮らしをする覚悟があるか。拘置所での初日、捜査官から月20万ルーブル、約30万円の報酬で1年間軍務につけば罪に問われないと説明された。
人生を無駄にしたくないと思い軍と契約した。約1ヶ月の訓練を経てクルスク州に配属された。直後突然の攻撃が始まり防戦一方に。野原に逃げ込んだものの足と肩を負傷し8月24日に投降した。